まあ、考えることは少ないやろな。まあそれやろな。うわチーム取っちゃいます。強っ。強いや違う、結構俺は弱い。一般的にはそうかもしれないが。
ビオレットのお父さん。はい、ビオレット。はい、捕まえた。嘘でしょ、お父さん。嘘でしょ。え、まさか帰んないよね、これで。もうちょっとやることあったんじゃないですか。何やってんの、飲みに買ってんやん。当たりませんって、だからそれいきなり打っても。うん、いや、それ引き換えだ。え、もうちょっとなんとかしていきませんか。二刀流。あれ、なんでだよ。引き換え。アシストフィギュア見るの過ぎだろ。ダメ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 だ。もっと早く。タケアパンチ。ねえ、なんで。リオレウス倒せ。リオレウス倒せ。ナイス。え、これ体力あるだけであんまり。何やったの。なんで。こちら、うっ。ねえ、なんなの。格ゲー、格ゲー兄弟。前同じだけど、うん。ねえ、やばいって召喚。来た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 。友達多すぎだろ。友達コレクションみたいな。新タケノコ。天ぷら。天ぷらちゃん。ねえ、やば。友達。友達コレクションね。なんでそれ。やってんだよ、今のスマブラ。ダウンレ、ダウンレ、ダウンレ。んで動けてんだ、またこれが。サムスビーム。弱っ拾えないし、あいついるから。あいつマジで、あいつしかなかった。あいつしかなかった。素性のダメージとあいつの体力とそう知識が必要だった。あいつを倒せるという判断の作戦立てちゃったよね。